にへたり込んだ久保建房が泣きじゃっている中の良い橋岡大輝に慰められても、岸子の選手が代わる代わる励ましに来て、溢れ出る涙は一向に止まらない。涙も出ない、語ったスペインとの準決勝ごと、あまりに対的な姿だった。そして、思い出したのは、大会中、久保から聞いたこんな言葉だ。負けたくない、っていう気持ちが強くて、こんないいチームは、石。 環境にも恵まれて、ここを逃したら次は、いいと思う悔いの残らない試合をしたいと思えます。メキシコとの3位決定戦後のピッチで20歳、若者に巨来したのは、果たしてどんな思いが、ただろうか。目標を成し遂げられなかった悔い、さか、チームを勝利へと導けなかった不甲斐、さか、大好きだった仲間との戦いが終わって、舞う寂しさか、その全てだったかもしれない、し、 本人でさえわからないのかもしれない。書くなのは日本代表の戦いが見る者の心を動かさたことだ。予期せぬアクシデントをチーム体でカバーしながら試合を重ねるごとにたくまし、くなり過密日程の中で心身ともにボロボロなりながら最後まで戦い抜いた。それだけにのチームにはもっとふさわしいエンディングあったのではないかという思いを抱かずにいられない。